はい、どうも皆さん、おはようございます。ポニキムービーの家族みちゃです。これ最近毎回言ってるんですけどもね、毎回ではないから、最近よく言ってるんですけれども、まあ、悲しいから昨今のね、カンナビノイドの業者はですね、利益を優先として、まあ、脱法のカンナビノイドもどきみたいなものをですね、まあ、販売してですね、最近興味出てきたカンナビノイドって何かなって言ってるような若い子たちをね、飛びますよ、これって言って騙してですね、それを摂取することによって健康被害が出るかもしれないってことが分かっているのに販売してるようなダメな業者がたくさんいる中でですね、僕は勝手に自分のことをカンナビノイド親善大使というふうに自負しておりますので、今回もですね、いいカンナビノイド、不健康にならないよって、これ摂取してたら結構、まあ、毎日落ち着いてリラックスした生活できるかもしれないよっていうような感じの紹介の仕方していこうかなというふうに思っております。はい、断言はしないです。個人差がありますので、全てにおいてはね、カレーを美味しいっていう人もいれば、まずいっていう人も多分ちょっとはいるんだと思います。 100% カレー嫌いな人おらんやろうとは言えない品でこんな言い方させてもらってるんですけれども、まあ僕としてですね、 120% おすすめしてる商品なんで、こうやって4年間ぐらい紹介し続けてるわけなんですけれども、はい、ということで今日はね、そんな難しいこと言うつもりはないです。まず大前提として分かっていただきたいのは、さっきも言いました、まあダメな業者とかハイになる、これ飛びますよっていうのことを 歌いがちなんですけれども、僕は逆です。これハイになる要素ゼロです。なぜかというと、もうネイチャー感もそう歌ってるんですね。厚生労働省が認可した THC フリーと歌っていいよっていう数値をちゃんと守ってる。で、外部テスト機関に、自分の会社内じゃなくて外部の会社に頼んで6個テスト受けてるんですよ。で、それで品質保証されたものが日本国に出荷されてるっていうような、もう飛び抜けて最良質な、製品なんですけども。で、この僕がよく紹介しているネイチャー館っていう会社がですね、今回、この度、クリスマスギフトのセットっていうのをですね、2種類作って販売しますんで、まあ結構値段も落ちてますんで、ぜひおすすめだなというふうに思いまして、今回まあそういう感じで紹介しようかなというふうに思ってます。で、これクリスマスギフトなんですけど、こっちがですね、CBD、人気 CBD セット。こっちが1万円です。定価が確かね、2万6000円ぐらいするものが、1万円ぐらいで販売されてます。で、こっちが CBD 肌いたわりセット。この肌いたわりセットは、なんぼやったかな ?5 万、じゃ、もうちょっとするか。6万ぐらいか。6万ぐらいするものが2万6000とかかな。じゃ、もっと安いか。1万3000とかか。です。はい。1万3500円とか、そんなんやったと思います。はい。まあ、めちゃくちゃ、お安くなってますんで、このタイミングにですね、プレゼントだったりだとか、自分にだったりだとか、ぜひ買ってみてほしいなというふうに思うんですけども、一個一個ね、ちょっと製品紹介していきますね。こういうオイルとか、前も紹介したと思うんですけど、一応ね、初めて見る人のためにももう一回紹介します。これですね、CBD のまあ、舌下で摂取するオイルです。舌下っていうのはベロの下ですね。舌の下って書いて舌下なんですけれども、まあ、よくね、ペンタイプ、気化して煙で吸うタイプの CBD とかもよく見かけると思うんですけども、そういう使い方ではなくて、まあ、オレンジジュースだったり、ドリンクね、に入れたりだとか、サラダとかご飯にかけたりだとか、あとはですね、そのままベロの下に、これスポイトなってますんで、これ瓶になってるんですよね。この瓶にスポイト、蓋にスポイトがついてますんで、スポイトですくい上げて、口の中にベロにペンペンペンと落としてあげて、口の中で1分ぐらい放置してあげてから、ごっくんと唾と唾液と一緒に飲み込むってみたいな使い方なんですけれども、これ、一応ネイチャー館で出ている食用のその CBD オイルってやつの中で一番、数字が高い 40% です。僕はこれ適量3滴ぐらいがおすすめなんですけれども、さっきも言いましたけども、個人差がありますんでですね、初めて使う方は、一滴ずつちょっと増やしてみて、自分の適量っていうのを測ってみてください。ただ、大前提として、ご安心ください。CBD 摂取しすぎたからといって、何もできないようになるとか、そんなことはありません。お酒だったりだとか、葉っぱ吸ってプリプリだとか、そういうような酩酊状態もありませんので、安心して使ってください。もう、何回も言いますけど、厚生労働省、OK 言うてます?さすがにぶっ飛ぶものを国が OK するはずないんで、ぶっ飛ばないんで安心して使ってください。体調不良とかも報告聞いておりません。この4年間ぐらいでマイナスなこと言われたこと一切ありません。感謝しかされません。これ紹介すると、はい、なんでぜひ使ってみてください。で、次ですね、これ、CBD 人気セットの中についてる、これ、僕初めて紹介します。リップバームですね。これ、スイートオレンジの香りっていうような、商品名なんですけども、すごいね、オレンジの香りがすごい良くて、で、僕ね、もともとアトピーなんですよ。アトピー性皮膚炎、シス炎じゃないね。アトピー性皮膚炎で、もともと唇とかも、ひび割れたりとかしやすいタイプなんですけれども、だから、昔、小学校の時とかね、のリップクリームとか、ソレータムとか、そういうのを使ってたんですけども、どうしてもね、僕テカテカしたりだとか、ベタベタしたりだとかするリップクリームって昔からちょっと抵抗がありましてですね、これね、
塗りますよ。こうスッとね、なんやろ、スーッと伸びるし、伸びるんですよ。伸びがいい。なんせこのリップクリームは伸びがいい。で、テカらないんですよ。テカらないでしょ。テカらない。で、しかも香りいいんですよ。基本的にね、ネイチャー感のこういうクリーム系だったりだとか、肌に使うものって匂いついてることが多いんですけれども、ネイチャー感のついてる匂いってね、すべてリラックスすごいできる匂いで、その理由とかも後で説明するんですけれども、ね、次紹介しますね。これレモン&ジンジャーの香りです。次は、さっきはスイートオレンジ、これはレモンジンジャーの、これバーム、肌に塗るやつなんですけども、まあ言ったら、まあ保湿されるようなクリームですね。僕ですね、来年で30歳になるんですけども、ここまでおじさんになってくるとですね、足ですわ、むっちゃ乾燥する。この乾燥した足にね、こうスーッとこう塗ってあげるとね、しっとりするんですわ。しっとりするんですわ、これ。もう、すごいおすすめやから使ってください。だからちょっとね、肌乾燥して、かゆくなりやすい人とか、すごいおすすめですよ。CBD ってね、何回も言ってると思いますけど、鎮痛、鎮静、抗うつだったり、リラックス効果だったりだとか、抗菌効果っていうのがありますので、カナビロイドにはですね。だから、すごいですね、そういう、肌荒れだったりだとかに、すごい相性いいんですよ、美容だったりだとか。だから、もう、本当に可能性しかない、カナビロイドは。すごい。マジで使ってほしいな。めっちゃいいよ、ほんまに。いい感じよ。で、はい、次、これ、こっちが人気 CBD セットね。で、次は、肌いたわりセット。で、これも初めて紹介します。これみんな見てよ。ちょっとこれもう使ってるから、ちょっとオイル垂れちゃってるけど、CBD のマッサージオイルです。これマッサージオイルすごいよ。見ててね、これ。これね、ワイのカサカサ腕に行くよ。チュンってやって。ほら、これね。なんかちょっと香水みたいに綺麗に塗れてないかもしれんけど。これをね、こうすることによって、見て、ツヤッツヤ。そういうもんじゃないんやけど、そういう使い方もできるよっていう。もう、すごいよ、これ。すっげえしっとりしてるから。伸びるしね、これも。で、これはね、ラベンダーの香りです。ラズベリーじゃないよ。ラベンダーの香りです。で、このね、さっきちょっと、理由説明後でしますねって言ってたんですけど、これね、スイートオレンジ、これレモン&ジンジャー、これラベンダー。この植物、ピンときたあなた、なかなかレベル高いですよ。なかなかカンナビノイドマスターですよ。はい、理由説明します。CBD とかね、こういうカンナビノイドと、ラベンダーだったりだとか、レモンだったりとか、オレンジに含まれてるテルペンって成分、すごい相性いいんですよね。この二つが合わさると、アントラージ効果っていうのが起こりまして、このアントラージ効果って何なのかというと、1たす1は2じゃないよ。もっとすげえ相乗効果起きますよっていうことなんですよ。まあ、簡単に言うと CBD が X でテルペンが Y としたら、X プラス Y じゃなくて、X かける Y なんですよね。だから CBD が例えばね、3とするじゃないですか。で、テルペンが2とするじゃないですか。3たす2で5じゃなくて、3×2 でこれ6なんですよ。っていうような組み合わせなんですよ。CBD とか CBG、CBN、CBC とかのこのカンナビノイドとテルペンっていうのは。で、ネイチャー感がつけてる匂いって全部テルペン系なんですよ。おしゃれこんな、おしゃれ。しかも、本当にリラックスをもと、リラックスとか日々の健康とかを目的とした製品作りをね、主にしてる会社なんで、会社さんなんで、マジで、すっげえリラックスします。これも、こっち肌いたわりセットの中の入浴剤、バスソルトなんですけども、これもね、森林の香りっていう、マジで落ち着く。さっき、僕、まあ、これお風呂上がりなんですけれども。めちゃくちゃ気持ちいい。マジ良かったよ。香りもいいし、で、やっぱ CBD 入ってるから。で、これ前も話したと思うんですけれども、人間ってね、全身にエンドカンナビノイドシステムっていうのがあるんですよ。エンドカンナビノイドシステムって言ったら、カンナビノイドを受け入れる、吸収する部分みたいな感じなんですけど、頭のてっぺんからつま先までありますんで、もう、お風呂にこう CBD 風呂に使ったら、全身から肌から吸収するんですよ。でね、肌荒れてたりだとか乾燥しやすいこの時期っていうのは、そういうので吸収して、鎮痛鎮静作用、リラックス効果、
ポーンと温まった状態で寝れるというわけです。で、ラスト、もう一個ついてるのが、さっき紹介した 40% のオイルの半分、20% のオイルです。ちょっとサイズ違うんですけどね。40% はちょっとちっちゃいです。実際の瓶でちょっと比べてみますか。まあ、こんなもんですわ。これくらいの違いがありますんで、どっちがいいかなっていうのを、ぜひ自分で考えてみてください。で、この舌下オイルなんですけど、CBD オイルなんですけれども、僕一応適量っていうのを、まあ言うようにしようかなっていうふうに思うんですけれども、こっち 40%、僕の適量は3滴ぐらいかなっていうふうに思ってます。ただ、さっきも言ったかな、安心初心が、CBD 取りすぎても、別に体調不良とかなりませんので、別にそこまで気にせず使ってもらったらいいんですけれども、まあ大体のその適量が分かってると、まあサプリみたいな感じで飲めますよね。サプリもなんか、あ、じゃあこのビタミンのサプリは2個ずつ飲もうとか、そんなんあるじゃないですか。そんな感じで、自分の適量を見つけてもらったらなっていうふうに思ってます。はい、ということで、非常にですね、今クリスマスギフトのシーズンとかも、コスパいいですし、で、もうちょっとしたら年末年始のセールもありますんで、その時はその時でまた告知、アナウンスしようかなというふうに思ってるんですけども、僕はですね、本当に CBD とか CBG、CBN、CBC っていうカンナビノイド激推ししてますんで、ぜひともですね、皆さん広く認知していただいて、愛用してもらえたらなというふうに思ってます。こういうのが広まっていくことによって、これの原材料っていうものがもっとみんなに広まるんですよね、知識が。これ CBD って結局何からできてんの？え？マジで？大麻なん？ってなったりとかするんで、まあ合法化させたいっていうような方がいましたらですね、ぜひ口コミとかで困ってる人みたいなのがいたら教えてあげてください。こういう製品あるみたいやでとか、肌困ってる人いたらこういう製品あるみたいやでとか、ね、ちょっと喘息で苦しんでるって人だったら、その煙のタイプじゃなくて、このオイルのタイプだったら別にむせられるのじゃないとか、そういうような進め方してあげてみてください。はい。で、他にもですね、下にリンク貼ってますんで、いろんな、製品ありますんで、別にこれが、ね、今はこう安いからですけど、自分これ気になるなっていうのあったら、ぜひ買ってみてください。すごいね、いろんな品揃えありますんで、すごい製品たくさんありますんでね、ラインナップされてますんで、まあ、興味出るような製品一つはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。結構毎月ね、僕 CBD とかを紹介していこうっていうふうに思って、こう紹介していってるんですけども、やっぱね、あんまり再生はいかないんですけども、非常にですね、コアな人たちからすごい感謝されます。初めて使ってみたんですけど、とか、前から何年前からか紹介されてるの知ってたんですけど、ちょっといぶかしげな目で見てましたっていうような人とかもたくさんいるんですけど、まあ、たまにメッセージくれてですね、毎回非常に感謝されます。で、親にプレゼントしたっていうような人たちもいましたし、まあ、どうにかね、僕たちの親世代の人たちには、そういうの良くないみたいな、もう覚醒剤と一緒みたいな感じの考える人たちもたくさんいるんでね、そういう人たちのやっぱ考えとかを変えていくことも社会が変わるための一つなんじゃないかなっていうふうに思ってます。一つが変わっていけばちょっとずつ歯車も変わっていくからね、いろんなこと。だからまあとにかくほんまにいろんな時代、なんかいろんなことが起こる時代ですけども、みんなタフに行きましょうということで、日々の健康は大事です。はい、ということでお後がよろしいようで、ポニキムリの和美ちゃんでした。